挽回古き月光。はい、というわけで古き月光の方をね、あの前回のミリーのソウルで作りました。ハロイバディリョウです。また挨拶忘れがちやねんな。みんなはあの挨拶できない男にはならないでくださいね。というわけで今回は、まあ、DLC 第2弾の本間のボスである、ゲールを倒しに行きましょう。でゲールの前に何やったっけ、あのフィリアノールの槍やったっけ、まあいつと戦わなあかんので、まあ、そいつの方を倒しに行きましょう。カットで、この古き月光の仕様なんやけど、消費 FP はソウルの体験と全く一緒で、ためずに振った時の挙動とかはソウルの体験と一緒なんやけど、ためずに打った場合はソウルの体験よりも威力が低くなってしまいます。あとリーチも短いですね。けどこうやって溜めてね、この溜まった状態になって打つことで、まあ威力がだいぶと上がると。でしかも後半も出るので、後半と剣の部分両方当てることで結構高いダメージを狙えるらしいですね。となんやけど、今回はあの前回拾ったね、この目隠しの仮面で闇攻撃力を上げながら、まあ、やっていきましょうっていう感じですね。まあ普通にフィリアノールはこっちでやって、でゲールは多分闇が通らんので古き月光とか使いながらやっていきたいと思います。フードかぶってなお、なんかブサイクを隠しきれてないな、まあ、とりあえず一回帰るわ。あー、背中のヒラヒラ出ないんだ。これはちょっと残念ですね。まあとりあえず一回帰ってレベル上げてくるわ。よし、ほんならエッサの配便は多分、配便とかの配分は多分これでいいから。配便の配分ってすごい言いにくいな。なんかラップみたいになったわ。インフンだな。さすがにインフンだわ。よし、まあ、帰れ言うてるけど、まあ帰るわけないやろ、さすがに。よし、ほんならまあ死なずにやりだな。フィリアノールの槍で死んでたらさすがにちょっとあの尺がね、あのもったいないことになってしまうんで、もうちゃちゃっとやりたいこいつは。よし、闇の力見してやるよ。とりあえずあいつやな、あいつをどれぐらいでやれるか。チェス連打しろ、連打。当たんねんだよ、そんなもんが。こんなもんが当たんて黙るかよ。当たんねんだよ。はい、終われ。お疲れ、ピーポー。よし。ほんなら、まあ、ちゃちゃっとやれたんで。お前、最後のサービス、サービス、サービス。最後のサービスな。よし、強化の槍を来たら言うてますけど、とりあえず、ここでさらに栄翔してからの、これを重ねていく。あ、おったんや。知らんかったな。まず、あいつもささっとやれた。お、めっちゃ通るやん。お、あ、あ、思いやれたんや。へぇ。おぉ、めっちゃ強いな。このめっちゃ闇ブースト強いやん。ほんなら、もう一回ここでさらにかけ直して、でも連打、連打。おい、おい。おぉ、めっちゃ通る。けど、あいつのこのゲスががうざいな。来たれ、混んで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 、来たれ言われたからって混んでええよ。もうささってやりたい。もう尺、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 尺を稼ぐ。ここで取れたから尺を稼ぐ男。まずここで取れたから尺を稼いでいかんと。これちょっと変なもん投げんな。回復したか。おい、ちょ、やめろやめろ。なんだそれ。あ、回復されたな。でも回復したところでこっちの削る力の方が強い。はい、お疲れ。よし、さっくりやでな。めっちゃさっくりやでな。これめっちゃ強いな、この闇の仮面。お、めっちゃ刺さってる大丈夫かお前。このさ、仮面プラス機種プラスこの湿った長杖のあの追加栄翔めっちゃ強いな。あれやな、闇特盛さ、俺の思った以上の火力を出してくれた。 1.3 倍ぐらいかな、リアルに言うと。魔術でやっていきたい人にはこれはすごいおすすめの構成ですわ。ただゲールには多分通らんと思うな。まあ一応通るか一回試してみて、通らんかったら普通の魔法に変えよう。てか腕毛やばいな腕毛チラ見せするな。ちょいって触ってこれ壊れんやったら、この寝てる人に持たせてたらこれ寝返りで壊れると思うんな。これ前も言うたな、この話。もう遅い、起きんのが遅い、起きんのが遅い。もう飛ばしますわ。ここに生き残りおじいちゃんいてるんやけど、生き残りおじいちゃんはさ、あそこにたどり着いた瞬間死ぬらしいな。この話したっけ、もうこの話したっけばっかりやけど。すまんな、フィリアノールはもうおらんねん。さあ、闇が通るか否かでだいぶと難易度が変わってきますけど、まあやつはダークソウルを食らってる男やからな。ダークソウルを食らった男に果たして闇が通るのか否か、まあ多分通らんでしょうね。ひでえありさまじゃねえかよ。でちなみにこの人たち小人のっつって、まあ人間の先祖やな、人間の先祖の王様たち、元祖王様たちなんやけど、まさかこんな最後を迎えることになるとは思わんかった。
小人の王がワンチャンラスボスかなと思ったらまさかの死んでるみたいな。まあ、小人の王はダクソ1でもまた出てくるワードなんで、ぜひ覚えて帰ってください。多分この動画が上がってる頃にはワンチャンダクソ1と一緒に上がってるかもしれんな。食ってる食ってる。うまいか？ぶち殺して食う小人の王はうめえかよ。ざわしに起こせお前の暗い魂を。お嬢様の絵のために。まさか絵のためにな、こいつは死ぬとは思わんかったよな。画材になるために死ぬとは。さあ、飛剣アルトリル最後の伝承者。さあ、闇は通るのか？おめえ闇通んのかよ。試してやるよ。うわ、めっちゃカスな。あれは大淀み先輩の。あ、いけるわ。500いったらいけるわ。決勝やりゃどれぐらいだ？決勝やりの方が通ったらもう闇はあんま通らんってことで。ああ、これぐらいか。これぐらいってことか。これぐらいってことはどうなの？もう、こっち、この戦法の方がいいかな？うん、多分この戦法の方がいい説してきたな。多分、エストは777でいけると思うから。777って言いにくいな。777でいけると思うから。おお、ええやん、ええやん。通りますやん。これ、でも第2ゲーだからなんか体勢変わったりするのかな、もしかしたら。よし、これで終わりやな。とりあえず一応これも展開しとくかな。一応詠唱やっとくか。詠唱やってどれぐらいかみたいね。で、ここで深みのもの、深みのものじゃなくて大物な。結構通るな。ええやん、ええやん。割とエッスやん。割とエッスやん。深みの詠唱もう一回重ねようか。あかん。あれ結構追尾してくんな。もうありえへんぐらい追尾してくるから。そう、結構攻撃力がバカにならん。そうか、俺騎士の指輪つけてるからか。やからだ。うん、騎士の指輪つけてるからやっぱり結構痛いな。これは火力よりも防御力優先にした方がいいんかな。よし、当たっていく。まあ、とりあえず大物狙わんと、あれやな、淀みで行った方がいいわ。大淀み。大淀み戦法の方がいいっすね。オッケー。まあ、オッケーではないから、結構もらってるからな。これみたいに、このムービーが見たかったやん。サムネになるから。毎回思うけど、ここのところの血の表現すごいよな。すごくない？めっちゃ綺麗じゃない？血の表現こだわりすぎな。暗い魂の血か。めっちゃかっこいいよな。こんなサーバントおりそうやわ。クラスバーサーカーで。こんなおりそうやでな。これがかっこいいね。この構えるとこ。はい、サムネ。はい、サムネ。はい、サムネいただきました。お嬢様の絵に送っとくわ。お嬢様のとこに絵はがきにして送っといたるわ。よし、こっからが本番よ。さあ、飛んのが。ああ、体勢変わんだ、やっぱり。これで、ほんまの闇モードになったから、これ多分こっから闇通らねえんだ。オッケー、わかった。せやな。ほんなら、じゃがなんか来てる。こっちに変えよう。めっちゃ器用やな、俺。器用すぎ、さすがに。よし、これで、これをこっちに変える。めっちゃ待ってくれるやん、お前。いいやつやな。よし、こっからはもう、決勝やりで行くしかないけど、もう着きそうやな。ファイ。うん、やっぱりあれだ。闇はここから通らんくなるっていうのを知れてよかったわ。体勢が変わるっていうのも、やかなか、お前、粋なことしてくれんじゃねえか、フロムさんも。戦法を変えていく必要があるんだね。ただ、俺にできることは、すべての決勝よりお前にぶち込むことだけや。追加演奏せなきついか。なんで両手持ちになってねえんだよ、と。よし、これは大物らしきやつ。大物というか、あれやな、ブラボの処刑人や。506いくな。これ騎士の指輪いるな。でもあれやな、淀みよりも若干さ、決勝の方が消費 FP 高いから、それだけ注意やな。よし、
よし、まあ攻撃自体はまあ避けやすくなんねんな、大助だより。うん、避けやすいわ。いやー、しかしいいボスだよな。 DLC の最後にふさわしいわ。よし、うん、追撃があるからな、マントの。それだけ注意、それだけって、それだけ注意とか言いながら、なんか注意すること多すぎやけど。ほいほい。でもこれ十分あれやな、エッサ足りんなとか言うやん。ええ戦いになってりゃこういう戦い俺望んどったわ。ミディールにせよお前にせよ、慣れりゃいいボスやな。追加以上戦闘意見、これバンやな、初見にバン。よし、ここ全部かわしていかな、全部かわしながら、全ての攻撃をかわしながら全ての攻撃を叩き込んでいく。その覚悟が必要や、その覚悟がねえとてめえには勝てねえ。よしよし、焦んじゃねえぞ。もう追加炎症はせずに、もうこのまま全ての攻撃を叩、ああクソ食らっちまった、もらっちまったか。まあいいや、それぐらいくれてやるよ。はいはい、なんだこの、この振動なんだ。ちょ待て、おい詰められていく、おい詰められていく。でもこれで最後や。はい、お疲れ。一発でいけたとはな。いやー、ミディールにせよお前にせよ、あれやな、一回負けときたかったな、さすがに。あー、なんか最後の最後で、なんかなぜかテーブルが振動するという謎の怪奇現象が起きたんやけど、俺ディアルの方で。何だったんでしょうね、多分あのゲール G の覚悟がそうさせたんでしょう。はい、というわけで、まあ今回はここまでということでさせていただきましょうか。いい戦いだった、いい戦いだったぞ、キコ。というわけで、次回ね、もうラスボスやって終わりですね。まあまだシラとかやってない NPC はいてるんやけど、シラとかレドとか、もう正直もうボスだけでいいやっていう。で次回はもう王たちの化身をやって、それでエンディングで引き継いで終わりですね。はい、というわけで今回も最後まで見てくださった方どうもありがとう。 See you next time. バイバイ。次回また遊びに来てな。ほな。